私実はですね、右側の肋骨をですね損傷してしまいまして、そう結構ね痛いんですよはい、そうなんです。ちょっと前からやっぱりそうなんです、ずっと咳をしてて、それ結構最近体調が悪い日が多くって、それが原因だと思います。そうなんです。でも今日ちゃんと病院に行けたのでよかったです。痛み止めとかももらったし、あとはなんかコルセットみたいなの今この T シャツの下につけてて、はいあ、明日明後日来てくださる方にお願いなのは、右側を損傷してるので握手するときにあんまり振り回されるとちょっと痛いんですよ。なのでちょっと優しく握手してくださると嬉しいです。